コーンイエロー堂山咲役の相澤里奈です。最初はもう今と全然違くって、スタッフの方と喋るのも、ちょっと抵抗があるというか、素を出せないみたいな感じで、本当最近はもうみんなとちゃんと喋れるようにというか、結構人見知りのタイプなんで、みんなと仲良く喋れるようになったのも、私にとってすごいいいことだなと思うし、あと撮影の方も慣れてきて、いろんな発見とかをする、学ぶことが本当毎日多くて、そうですね、ためになるなと思っています。はい。テンションの高い元気な役なので、本当みんなを勇気づける元気づけるという、もう何だろう、役どころというか、だから本当暗い部分はないようにということを心がけています。はい。普段は結構先に近いのかな、でも先よりはもうちょっとテンションというか落ち着きがあるだと思うんですけど、そう、近い部分は結構あるんで、違う部分はそんな、ちょっと落ち着いてる部分があるくらいかなとは思うんですけど、自分では。はい。そのアクションはもう特徴的な面だと思うので、この機会でアクションも本当いっぱいやりたいなと思って、初めの頃は本当にもう難しくて、やったことないような動きばっかりなので、結構勇気がいるんですよね。だから初めは困ったんですけど、今は本当楽しい、もっともっとやりたいって思っちゃいますね。はい。私は本当にこのドラマが初めてのそう女優デビューというか、そう芸能界デビューという感じなので、ドラマ演技をするのも本当初めてのことなので、演技をもうセリフにならないように自然にするいう、自然の会話になるようには心がけるようにしていますね。変な、なんか言葉と言葉の間というか、その話してる相手との会話に変な間があったりすると会話にならないじゃないですか。だからそういうところも本当、気をつけながらやっていってますね。小さい目標を持ってという感じで、初めてのことなので、自分のなんかダメなところとかを発見してはその目標にして、それをもうどんどんクリアしていこうと思っていて、大きな目標、今はとりあえずもう本当今やっていることをもう一心にやろうと思っているので、次の目標というのはまだ大きな目標というものは、これからどんどん小さな目標を立てて大きくしていこうかなとは思っています。はい。ゴンジャ、みんなで一つでこれからも頑張っていくので応援よろしくお願いします。じゃあねー。